どうも、のちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画は更新版短距離 LOH 最強ウマ娘ランキングやっていきたいと思います。はい、ということで今回短距離ティアランキングなんですけども、更新版を解説していきます。で、あとはですね、タキオンの因子研究の期間が終了して、まあ、短距離の因子に、ね、入れた方は、まあ、少しだけ因子できてきた頃かなと思います。なので育成の参考にするためにもね、この動画ね、ぜひとも高評価よろしくお願いいたします。動画アップロードに高評価ポチッとお願いいたします。はい、ということで早速ティア表更新版こちらとなっております。こんな感じでですね、今回変更したところというのが、まあ西のフラワーですね、これがティア1に上げております。で、爆心をちょっと下げているというところと、あとね、いろんなウマ娘が勝つっていうのがルームマッチやってるとあるので、そういうところ細かく少しだけ解説していきます。はい、ということでまずは、現在のメタですね、現在のメタこちらをですねおさらいしていきます。今ですね、ルームマッチやっていると、今の現環境にはなりますが、先行が火力あるなというふうになってきます。で、それがですね、先行前目につけて逃げのちょっと後ろ側にいるぐらいの位置取りでですね、前の位置でさらにそこから加速を出していく、それが強い動きです。で、さらにその前目につけてというところで、今のねメタね、先行馬娘の数が多いので、それで先行同士で追い比べしたり、逃げと追い比べしたりしてね、そういう感じでそのね、客室が多いところで団子になって追い比べしていくっていうところ、それもね、先行の強い意味ではあると思います。はい、で、対して後ろ馬娘なんですけども、バンブーメモリーなども登場しましたが、後ろはですね、最終直線時点で少し離されている時もあるなっていうね、印象です。なんで前がそのまま勝っていくという展開がある。そしてあとはね、逃げ、通常逃げに関しては、結構ね、上位に入ります。3着以内に入る枠と考えていて、まあ、先行の火力が高いというのがさっき言った通りで、まあ、常に1着を逃げが取るというわけではないというのがね、環境です。ただリーグオブヒローズは3着以内に入ることも重要なので、通常逃げ、1出すのもいいかなと個人的には思っております。で、あとは大逃げ出す場合なんですけども、大逃げは鈴鹿さんかなり仕上がっていると、普通にめちゃくちゃ強い動きをして1着も取ったりするんですけども、それについてもね、まあ、安定感の話とかもありますので、それこの後解説していきますので見ていってください。はい、ということでティア表を解説していきます。まずはティア1西のフラワーですね。これウマ娘ちゃん、最初ちょっとね、下げているっていうのがあったんですけども、まあ、それちょっとね、まあ、空気読みみたいになっていたりして、まあ、外付けの方がいいよねとかね、考えているっていうパターンがあったんですけども、